はい、渡辺真由です。今回はね、備蓄品ケースね、121個連続開封のプレイ実況やっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。これだったら20個開けられるんだけど、これクレート重複なし。最近これ備蓄品ケース開けてないんでね、これだけちょっと開けていこうかなと思ってね。新武器も追加ないみたいなんだけど、また来るのか分からないけど、多分来ないと思うんだけどね。もう開けていくんだね。最初、当初はこれ20個開けるつもりだったんだけど、これちょっと多めに開けていきたいなと思って、早速開けていきたいと思います。備蓄品ケースね、ブラックジャックの備蓄品からのアイテムが1つ含まれる。マルチプレイヤーがブラックアウトをプレイして、2種間の備蓄品ケース GO。 久しぶりですね。これでもいいやつ出るときあるんですよ。重複。あと1回重複で再抽選ですね。あと120個。持ってるやつ。あ、これ持ってないんだ。GO。持ってるね。あ、これ持ってないんだ。GO。結構かぶると思うんだけど、持ってないんだ。マーク2とかマスタークラフト出たら嬉しい。おお、すごいでしょ。おお、すごい。ウルトラピースキーパーマーク2来たーね。こうやって来るときは来るんですよ。まさかこんなに早く来ると思わなかった。幸先いいっすね。ガオ。マーク2とか持ってないやつ、ちょっとバンバン出てほしいっすね、今回。ガオ。再抽選。あ、持ってないんだ。MW がね、あと3日でリリースされるんだけど、今ちょっとお金ないから予約購入してないんでね、しばらく買わないんで、BO4 しばらくやるんで、迷彩チャレンジやりたいんでね、さっきアバカン、スペクトラム、ゴールド、ダイヤモンドにしたばっかりなんだけど、他にもまだまだ迷彩解除しないといけないやついっぱいあるんでね、まだスネーパーライフルとかも、デフォルトのやつまだゴールドにしてないんで、ハンドガンも。ダークマターにしないといけないんでね、まだまだだからやらないといけない。 BO4 はだから MW やる日もない。ほんと BO3 もほんとね、新武器3種類だったかな。まだ迷彩解除やってないんですよ、迷彩チャレンジ。だから BO3 もやらないといけないけどね。お、なんだ、奮い立たせてストライフのやつだね。結構持ってないやつ出てるじゃないか。まあ、重複は少ないね、今回。ファラオ。これいいんだけど、ブラックアウトでしょ、これ。今のキャラクターは。これ、再抽選。ああ、持ってね。コンバットナイフルだな。レジェンド。これレアか。ジェスチャー、すげえ。あと107個。まだまだ開けられるからね。持ってない。お、持ってないやつは結構出てるぞ、連続で。いつも重複ばっかりなんだけど、今は重複だけどね。重複持ってないんだ。GO。再抽選。ああ、持ってないんだ。お、持ってない。アウトローの迷彩ですね。ソーラーなんとかっちゅうやつが出た。ああ、持ってない。GO。ちょっともうちょっと早く。おお、なんだこれ。あ、いらねえよ、これ。ブラックアウトやらねえし。今回でも結構引きいいんじゃない？結構持ってないやつが出てるし、いいんじゃない？さっきのマーク2は嬉しかったな。ピースキーパーのマーク2。マーク2もっと多分出るかもしれないし、わからないね。再抽選。ああ、迷彩とか結構多く出るな。おお、なんだこれ。ショルダーキーボード。マッドドックスんだな。お、結構持ってないやつが出てるぞ。おお、すごい。スピットファイアマーク2、ウルトラスピットファイアマーク2きたー。すごい、2個目だよ。これいいっしょ、これ。おお、いいね。今回おお、なんだこりゃ。また、あ、これはかぶってるね。すごいな、マーク2結構出てるよ。ああ、ベープルの、ベープル XKG のマーク2ですね。ああ、今回引きはいつもより。うん。まだまだ開けれるから。うん。あ、持ってんだ。オクパート。オクパード。これを新武器出るときもあるんじゃない？これで確率低いと思うんだけど、再抽選。おお、なんじゃこりゃ。おお、嬉しい。あ、マスタークラフトじゃないかこれ。やったぜ。ウルトラウルトラ RK7 ガリソンのマスタークラフトきたー。おー、すごい。やったぜ。超嬉しい。めっちゃ出るぜ、これ。タヌキ。めっちゃ出てるぞ、今回。すごいよ。まだあと70以上開けられるからね。もうほぼコンプしたいね、これ。できたら。これの方が得じゃない？もしかしたら、クレート重複の人より。なんだこれ、UFO。結構引きいいよ、今回、いつもより。いつも備蓄品ケースこんなにいいの出ないよ。結構出てるぞ、今回。マスタークラフトが出ると思うかったな。すごいぞ。BO4 まだまだやるからね。もう1年以上やってんだけど、YouTube の1000以上アップしてるんだけど、1100ぐらい、1100近く、1100ちょいかな、アップしてるんだけど、MW ちょっとやる暇ないよ、どうせ買っても。やりたいんだけど、コットの実況者だから俺。まだまだチャレンジ多くやりたいんで、明細チャレンジがまだまだ残ってるから、ダークマターも解除してないからね。BO3 もやりたいんですよ。さっきも言ったように新武器3種類もダークマターにしたいんですよ。で、最近からグランドセフトと5と、あとバイオ5回せもやってるんでね。やってないゲームいっぱいあるんですよ。ファイナルファンタジー10、10と102のインターナショナルとかね。ダウンロード版なんだけど、ほとんどやってないやついっぱいあるんですよ。やらないといけないんだけど、もうコットばっかりやってるから、他のゲームを後回しにしてるんですよ。バイオハザード6もやらないといけないんだけど、ストーリーモード。だんだん重複率が上がってきてるな、また。再抽選。これ重複2個ぐらいにしてほしかったね。3つでしょ。再抽選。ああ、これ奮い立たせてっていうのよく出るな。60個約半分開けてるんだね。半分ででも結構いいの出てるからね。マーク23種類ぐらいか。マスタークラフトも出てるからね。結構今回引きめっちゃいいんじゃないですかね。神引きじゃないかな。ほんと新武器が追加された場合にやった方がいいんだけど、多分新武器の追加多分ないと思うんで、多分ね。ウルトラ武器は1個持ってるんだけど、あれもったいないんですよ。だからトリプルプレイ買わなかったんですよ。ウルトラブックやる2個持っててもしょうがないんで。BO3 でもね、遠距離武器より2個だったかな。近接武器アイロンも1個だったかな。残ってる状態なんですよ。もう新武器追加ないんだけど。だこの運営がちょっとこの辺がちょっといい加減なんで。買わなかったんですよ。ちょっと確率が下がってるな。マーク2とか出なくなってる。忘れた頃にまた出るのかなわからないですけど。うん、重複率がまた上がってきてるな、うん、重複率が上がってきてるわ、うん、立て続けに重複が続いてるんでね、連続で来てるでしょ、うん、また重複だ。おお、これ持ってない。持ってないやつが出てるっていうのいいね。また重複だ。多分また重複だよ、これ。ね、再抽選。ああ。また重複だよ。ああ。重複率上がってるよ、また。ああ。重複ばっかりなってるこれ。また重複だよ。そんなね。ああ。よしよし、持ってないやつが出てるからいいよ。持ってないやつ出てるよ。今度なんかマーク2出そうだな。再抽選。ああ。また再抽選か。あーの重複か。重複率上がってる。再抽選。ああ、28個か。早いな。100個ぐらい開けてるからね。解けるのが半分尋常じゃないわ。明細めっちゃ出るわ。マーク2なんか出ないよ今。重複あと1回重複で再抽選。再抽選だ。なんでこれいらねえ。ブラックアウトやらねえ。もうあと1、2種類ぐらいちょっとマックス欲しいな。お、S6 スティングレイのね、マスタークラフト欲しいな。あ、明細めっちゃいっぱい出るわ。あと20個。あ、マーク2、あと1種類ぐらいでも出てほしいですね。明細がとにかく確率高い。あと1回重複で再抽選だね。うん、再抽選。ああ、いらない。あんなおっさんの顔もらってもしょうがない。これコンプリートするの結構大変だよね。これかなり課金して金つぎ込まないとコンプリートしないからね、うん、あと9個か。早いな。もうマーク2出ないな。これマスタークラフト余計出ないでしょ。再抽選あれだな。重複めっちゃアップしてるわ確率が。ああ、重複すごいよこれ。いらないこんなの。重複再抽選いらない。同じやつの顔いらないよ。あと2個か。早いな。これ重複立て続けにいたら困るよこれ。だこういうの一番良くないんだよ。最後に残りが重複はああ終わりだね。早いっすわ。めっちゃ全部飽きたんでね。紹介やらないんでね。あ、ただマーク2のだけ紹介しようかな。どうしよう。これまずね、RK7 ガリソンのマスタークラフト出たね。これね今ちょうどやってるんですよ。これだね。かっこいいっすねこれね。これ組み合わせてるんでねちょうど。服とかね、新しいんだけど、これ入れるとね、また後で解除されるんですよ。かっこいいね、これね。かっこいいね。で、次にね、アサルトライフルだったよね。アサルトライフルなんだったかな。ベープル。あ、これは持ってるよね。あ、これ重複出たのか。スワット。あ、そっか。ピースキーパーもマーク2出たんだよ、これ。これね。かっこいいね。で、次は、サーマシンガン。じゃないか。あ、スピットファイヤーだったか。これの新しいやつを入れてる。これね。で、あとは、なかったですよね。タクティカルライフは出なかった。ライトマシンガンも出ない。スナイパー、以上だった?ちょっと覚えてないけど。うん。ショットガン、ランチャー。ちょっと覚えてないね。1、こんなもんなのか。うん、こういうもんでね。はい。また溜まったらやるんでね。はい。以上にしたいと思います。はい。今回はね、備蓄品ケースを121個連続開封のプレイ実況をやってきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。